俺がやっちまった第3位がね、レシートね。メダル流した時のレシート、あれ当日限りじゃん。ちょ細かく流して財布にね入れててね、あとあと財布の中見たらさ300万円とか残ってんの。やっちまった。第2位がね、天井を狙い、まあ、天井つっても強いやつじゃなくて、なんか ART 確定とか、まあまあ残り500なら、まあ、期待値ちょっとプラスで打ってもいいかなっていうやつ。まあ天井いっちゃうね。もう負けじゃん天井いったら。もうね、期待値なんてね、回数こなしてやっと数字がね落ち着いてくる感じだから、俺はねもう今日今この瞬間に結果が欲しいわけで。第1位がね、財布の中身がね全部なくなっちゃうんだよね。なくなっちゃうっていうかね、まあパチ屋行く時に必要な分しかお金持ってかないようにしてんだけど、それで A タイプならまあ3万でいいでしょうみたいな。いやでも天井とか見つけたらね、追うのにプラス3万ぐらいは計6万で帰ってきたらさ全部ないんだよね、お金が。なんでだろう。
ハハハハ。